木材需要の高まりによる伐採面積の増加、そして再造林の必要性の高まり。近年、低コストで再造林する方法について、伐採から植栽までを一貫して作業を行う一貫作業システムとコンテナ苗を組み合わせた速やかな植栽が有効と言われています。近畿中国森林管理局森林技術支援センターでは、一貫作業システムで様々な季節に植栽されたコンテナ苗の実用性を検証するため、その活着と成長の比較を行いました。この試験に取り組んだ場所は、岡山県新見市内の国有林。平成25年の伐採直後に、ヒノキのコンテナ苗と、普通苗を植栽。植栽時期を、8月の夏植え、10月の秋植え、5月の春植えとし、植栽後の生育状況を比較しました。その結果、コンテナ苗の活着については、どの季節でも普通苗に比べて良好であり、初期成長はいずれの季節もコンテナ苗と普通苗に大きな差はなく、良好な成長が確認されました。また、伐採後、早期に植栽した一貫作業システムでは、苗木と仮想植生との競合期間が短縮され、地ごしらえと、下刈り回数が削減できた結果となりました。植栽から10年、経過調査を実施しました。調査本数は、合計、3泊6本のランダムに抽出し、その樹高と、強高直径を測定しました。その結果、コンテナ苗の植栽時期ごとの生育状況は、樹高に季節ごとの優位差はなく、コンテナ苗は、夏植えであっても、秋、春植えと、遜色ない成長であることが確認されました。一方の普通苗は、夏植えと秋植えに優位差が確認され、一般的に言われている、普通苗の夏植えは不向き、とされる結果が確認されました。コンテナ苗と普通苗の季節ごとの生育比較では、コンテナ苗の夏植えは、普通苗より成長が良い傾向が確認されました。同じく、秋植え、春植えの比較では、コンテナ苗と普通苗に優位差はなく、どちらの季節も、コンテナ苗は、普通苗と遜色ない良好な成長が確認されました。コンテナ苗は、年間を通じて植栽が可能と言われていますが、今回の結果からも、それが現れたのではないかと考えられます。また、すべての季節を集計し、比較を行ったところ、樹高、強高直径ともに、同じく遜色ない良好な成長が確認されました。まとめですが、コンテナ苗は、植栽時期を選ばず、活着、初期成長ともに良好でした。また、植栽から10年が経過しても、植栽時期を選ばず、成長は良好でした。普通苗と比較しても、遜色ない順調な成長が確認されました。森林技術支援センターでは、コンテナ苗の成長経過等について、継続的な調査と情報発信を行いながら、今後も取り組みを進めていく予定です。
Thank you.